新井博文さんが亡くなられました。今日は彼のファンにとって悲しいニュースです。今日はこれについて話します。これは本当のニュースか偽物か私たちの情報源から知っているように本当のニュースですがそれでも100%とは言えません。何らかの情報が得られるまで、このニュースを広めないでください。ありがとう。ほとんどの情報源から、これはフェイクニュースであることがわかっています。